私、いいナオとラといいます悩んでるときよくこの箱の中で考え事をするんですこの鎧と箱をなおひらおじいちゃんからもらったのですが代々、いい家の当主が身につけたものらしいんですこれには。 歴代井い,い家当主の誇りや思いがこもっていて鎧を着て箱に入ると何か分かってきそうな気になります <laughs> 当主の務めを果たすのは大変ですがこうして今日も何とか乗り切ってますそれでは私はこれで失礼します